P905i、フォーマ P905i、フォーマ P905i はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。同日に発表された P905iF と共にワンセグ搭載端末でビエラ携帯と初めて名付けられた。その名の通り、ディスプレイには多くのビエラで培った技術を搭載している。 ディスプレイは3.0インチのワイド VGA。液晶を搭載し160度の広い視野角を実現している。ただし一部のアイコンなどは VGA 用のデザインではなく従来のものを拡大表示させている。P904 に合から引き続きモバイルピークスプロセッサーを搭載しているので、クベが相当のアンセグ放送を滑らかに拡大したり、高い色再現性なども備える。 コントラスト比も P904i の1001から2001と向上した。パナソニック独自の LSI であるアニフィア、ユニフィエによって省電力化を実現し、ワンセグをエコモード時に約6.7時間の長時間再生を実現した。ワンセグ機能付きの 905i シリーズの中では唯一本体へのワンセグ録画に対応せず、マイケロスディのみに録画できる。外観は、 W44S のような W オープンスタイルを採用している。ワンセグの主張や横向きのゲームに適している。ただし W44S はヒンジの出っ張りがあったが、当機はそれが大幅に小さくなった。ヒンジは接合部が小さいが強化され耐久性を保っている。2008年1月に同様の機構を持つソフトバンク 920P が発表された。 今回もワンプッシュオープンが採用されているが、パナソニック P99C シリーズで初めてカスタムジャケットと安心キーが廃止された。外部メモリーは規格上限の 2GB までドコモ発表のマイケロス D および NTT ドコモの携帯電話としては初めて 4GB までドコモ発表のマイケロス d h c にも対応している。905i シリーズの中ではその他 p 9 0 5 f SH905i、SH905iF SH の4機種がマイケロスデイチェシーに対応している。SO905X のようにカメラ機能に特化しているわけではないが、CMOS 約510万画素のカメラを搭載しており、画質処理エンジンの進化に6軸手ブレ補正、デジタル式も備えるなど、カメラとしての機能にも優れている。そのため、P901i 以来、 P90C シリーズのメインカメラの撮像素子に採用されていたニューメイコバイヒャンは採用されていない。動画撮影も VGA サイズで 30fps の滑らかな動画を撮影できるようになり、動画撮影時にもオートフォーカスが使えるようになった。テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約33万画素を搭載している。この機種及び P905F 以後の P シリーズは2009年の P-02A、A ダブルオープン型としては P-07A が発売されるまで、ホトライトが勝利た。ミュージック機能は WMA と SD オーディオに対応し、連続再生時間は SD オーディオで約76時間、WMA で約54時間と、NTT ドコモ最長クラスの再生が可能である。 P905i は PCs で付属していた SD ジュークボックス等の音楽管理ソフトウェアは付属していないため別途用意する必要がある。また引き続き Bluetooth に対応し音楽をワイヤレスで聴くことができる。P905i に入っている音楽をワイヤレスで DDoc やストラーダに送信することもできる。B. マスター機能によりワンセグや音楽再生時に 圧縮によって欠落した高音域のオーディオデータを保管して再生できる。dsnap などのポータブルオーディオにすでに搭載されているが、携帯電話では初めての採用である。iApple も横オープンスタイルの全画面で楽しめるようになり、リジレーサーズモバイルやぷよぷよグコリムズもプリインストールされている。リジレーサーズモバイルは直感ゲームにも対応している。また、 テレビへの出力もできる。フルブラウザも横オープンスタイルに対応し、フルアイド VGA 液晶により、インターネットホームページを横スクロールなしで、閲覧することができる。また Windows メディアビデオ形式の動画に対応し、インターネット上の動画を再生することができる。P904i と比べると、キー配置が一部変更され、i チャンネルキーは十字上キーへ移動し、 テレビ電話キーは廃止され、兼用だった GPS キーは1キーへ移動した。また、メニュー、クリア、マルチキーの表記が、カタカナから英語になった。しかし、マナー、ボイスキーの表記はカタカナである。p 9 0 3 i f では、TV 起動キーはテレビ電話キーとの兼用だったが、P905I はカメラキーとの兼用になった。BE モードのメールは、ウェブメールとなる。 2007年12月6日に以下の2点の不具合の修正と1点の変更がソフトウェアの更新でなされた。2007年12月25日に以下の2点の不具合の修正と1点の変更がソフトウェアの更新でなされた。2008年2月26日に以下の3点の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2008年4月22日に 以下の3点の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2008年9月2日に以下の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた。2008年12月24日に以下の2点の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた。2009年4月14日に以下の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた。不具合ではないが P905i を マイケロスリモードで接続し s p ジュークボックスバージョン5で音楽データを転送する際、バージョン5.2以下ではマイケロスディが認識できない。これはソフトウェアの仕様によるもので、バージョン5.3にアップグレードすることにより、解決するバージョン6以上での利用や SD カードリーダーでの転送は問題なく行える。2011年6月28日に、 以下の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。